はい、始まりました。なんかいや、まずね、さっきの年を話の取る、続き。え、続きなんですが、はい年を取ると、筋力が弱るという話はで、それを防ぐためにはタンパク質を取りましょうと言うんだけい。ど、これがね、皆さん方も知らないだろうが、65歳以上はタンパク質を取れ、65歳以下はタンパク質を取るのを抑えろ。そうですか。知らないでしょ。なんでですか？これね、僕ね、ウァルター・ロングという、老化学、老年学の人が書いた本を読んだわけよ。ね、それはロンジェビティ・ダイエットという英語の本やけど、ロンジェビティって長生きね、長生きしろって。で、その中でね、衝撃的だったことがあるんよ。それは、タンパク質は老化を促進するの。そうなんですか。いや、なんでこの話をしようかと思ったかって言ったらね、最近、息子からメールが来て、筋トレを始めたっていうのよ。で、それでプロテインを飲み始めたっていう。だからね、僕はね、即ね、やめろと言ったね。筋トレはいいですよ。ね、筋トレはいいですよ。プロテインはダメなんだって。で、これは知らないでしょう。というのは知らね、世間の、例えば日本のね、栄養学の、栄養の、コンサルとかなんとかでネット見てもね、タンパク質を取りましょうっておお、そうですね。書いてあるね。ところが、研究によるとですね、こんな研究があるね、タンパク質、たくさんのタンパク質ですよ。で、過剰なタンパクを、65以下、ね、ミドルエイジ、50歳代の人、皆さん方そうですね、が、過剰なタンパクを取ると、がんとか糖尿病で死ぬ可能性が4倍に上がるんだって。それから、普通、オールコーズモータリティって言うんだけど、あらゆる原因での死亡率が2倍に上がるんだって。で、じゃあ普通にタンパクを取る人はどうかというと、それもね、なんか何倍か、がんになる確率は何倍かって書いてあったね。少ない人と比で、べてということ？で、じゃあ、いや、なんでかって。それはね、成長ホルモンと関係があるんだよ。で、成長ホルモンを刺激するんだよ。で、成長ホルモンを出すということは、成長するということは、成長するということは、早く成長するということは、老化するということですよ。で、年寄りは何でいいかというと、年寄りは成長ホルモンが出ないわけよ。そうなんですね。年取ってるから。で、逆に年寄りは先ほど前、さっきの言ったようにフレイルとかサルコペニアとロコモ、あれ筋肉が衰えるわけよ。だから、タンパクを取らんといかんの、年寄りは。65以上は。だから、ここで難しいとかね、65以下はタンパク質を抑えましょうと。ところがね、あらゆるタンパクはダメなんじゃなくて、植物性タンパクは OK なんだって。で、大豆ならいいってことでこれすね。前も言ったでしょ？大豆ならね。タンパク質って言うと牛乳とか卵とか、健康にいいイメージがありますけどね。でも、取りすぎは良くないってこ取りすぎね。いや、特に、いや、だから牛肉でしょうね。牛肉とか豚肉とか牛でしょうね。あれをたくさん、ことは、一見いいんですよ。例えば短期的にはいいんですよ。でも長期的に老化促進要因になるって話。それは、ウァルター・ロングの研究と、オーストラリアのね、あるプロフェッサーの研究も、ね、同じこと言ってて、で、ウァルター・ロングのこと言うのは、ミッドエイジの、中年でタンパクを取りすぎることは、スモーキングと同じぐらい悪い。そんなに悪いんですか？
彼は言うわ。そうかあれですね。これはね、本当誰も知らないんですよね。うん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 、でも老化学の専門家は知ってる。美人の専門家。なるほどね。何でも知っておくべきですね。成長ホルモンと関係するってことです。結構間違った知識で本当に逆のことをしてしまうと、うん。だからね、植物中心主義。うん、そう、うんうんうん。いや、だからね、僕はね、前々から言って、植物中心主義はいいんですよ。植物中心主義。でね。タンパクを 取らなくてもね、脂肪を過剰に取るのもよくないのね。うん、でね、あのね、炭水化物をたくさん取るのはいいんだって。これね、世間の常識、今ね、盛んにね、糖質制限って言って、ね、でタンパクを食べろって言うわけじゃないですか。これがね、実はね、逆効果になってるって。だから栄養業界の、ね、常識っていうのもね、もう前々から言ってね、いろんな歯があるわけよね。でもまあ、さっきの話はね、ネズミの実験ですよ。ちゃんと実験して、人間でも研究してるの。人間でも、ごめんなさい。ネズミだけじゃない。人間でも。で、人間の調査で、あのだから50歳ぐらいで、あの今あのタンパクをたくさん取る人とそうでない人18年間フォローアップしたわけよ。その結果、が、うんと取れるし、なるほどね。なんかあれですね、どん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 新しい結果出てきてて、これまでの常識っていうのが覆っていくパターンが結構多いような気がしますね。そうなんですよ。なんかその、人間の生命に関わるとこですよね、健康っていうのはね。それがやっぱちょっと全然今までの常識とは違うところが多いというのはどういうことでしょうね。なんかやっぱり新しい結果の方が信頼できるというのは確かにそうです、うんうん、まあ複雑すぎてメカニズムが分かんないんでしょうね。あ、そうですね。そう、タンパク質が体の中でどうなってるかって分かんないですからね。でも人間ってね、人間ってね、長命長く生きているからね、なかなか研究実験ができないのよね。うん、もちろん実験はできないけど、確かに変なもの与えたら早死にしましたとか。なるほど。だからね、ネズミよくね、長生きの研究とかそういうのはね、酵母菌とかハエとか、ネズミでよく やるのよ。短命だから。それがね、これもね、最近その論語が発見したことやけど、前々から言われてた。長生きするためにね、カロリー制限っていうのがね、あんまり食べないっていうことね。ところが、これは今まで常識だったのよ、ね。カロリー制限すると長生きするって。ところが、今度逆の結果が出たのよ。カロリー制限してもダメだって。もっともね、論語はね、断食はいいと言ってるんだけど、その辺どうなんですかね。いや断食はいいっていうのはよく聞きますよ。そうなんですか。3日間ぐらい、月に3日間ぐらい断食するとか、あるいは、何時間だったかな、食事の間隔をね、16時間断食まで8時間の間を収めて、で残りはできるだけ早く夕食を終わって、でずっと空腹な時間を長いこと取るのがいい。されてますよ。16時間断食ってやつです。毎日16時間断食。1日1食ってことですか？いやいや、3食食べてもいい、何食食べてもいいんだけども、朝食を食べない時間を夕食を早く、食べなくて気持ちいい時間を取ると、朝ぐらいになったら空腹になってて、そこから先何時間かもうちょっと我慢して。ようやく食べるとちょっとプチ断食みたいなやつですね。それはなんかいいって言うんで、なるべく心がけてますけどね。だから夕食は早く終わりましょうってことよ。まあそうですね。ちょっとまあなるべく新しい情報をね、どんどん仕入れて、いいと言われる方法を やっていくというのがまあいいんでしょうけどね。はいはいはい、はい、じゃあそういうことです。